田の天満宮は梅と紅葉で有名な京都の神社です。菅原道真公をお祭りした神社で、全国に約1万社ご鎮座する天神社、天満宮の創始の神社であり、天神さんと呼ばれ、親しまれています。もみじ園が11月1日から12月7日公開されていました。おどい、一帯にはおよそ250本、樹齢350年から400年のものが数本あり、鮮やかに彩られていました。ここには、かつて神すき場であった神谷川が流れており、赤や木に見事に染まった木々が、神谷川の水面に生え渡り、錦繍の世界へ誘うようでした。寂しい。